ドナウドがジムでスマホを使ったピエーザに一撃 WWW。 セビラはドナウドのユエントス在籍時のエピソードを明かしていて、若い選手たちのトレーニングに臨む姿勢にドナウドが注意したことがあったという。クリスティアーノがユエントスに来た当初、ピエーザがスマホを持ったままジムに入ってきたんだ。その姿をロナウドは、何をやっているんだ、といった感じで見ていた。そして彼に、ジムにスマホは必要ない。トレーニングするんだ。インスタや TikTok はやるな、トレーニングに集中しろ、と。若い選手たちはみん驚いていたよ。ユエントスでのトレーニングの質もまるで別次元のものになったんだ。このメンタリティだから、サウジ行きっても異次元の結果残し続けてるんだろうね。40歳手前であのキャリアと実績あるのに、サウジのカップ戦決勝で負けて泣いてたの見てビビった。ピエーザ、あんたのインスタフォロワー6億人いますやん。世界一のインスタグラマーがインスタやめて筋トレしろって言ってるのくさ。競技の圧倒的上位互換。デンベレ、なぜトレーニングをするんだい。ロナウドなら何やっても成功してただろうね。これだけストイックでリーグ優勝や得点王になってたのに、首脳陣から物足りないって言われてたのかわいそう。ロナウドは全男性の憧れ、